極寒の小正月、上野山のあちこちで変わった歌が響き渡る。それカッカッカーのカッカッカッ。歌に合わせて踊るのは剣台と呼ばれる蓑のようなものをかぶった異様な姿の集団。これが民族行事カセドリだ。鳥の姿をした年神様を迎えて五穀豊穣や家運隆盛を願うこの行事には、火事を防ぐ火伏せの意味も込められていて、人々は水をかけることでその願いを込める。上野山のカセドリは江戸時代の初期から始まったと言われるが、明治に入ると旧藩時代に重要視された行事として廃止されてしまう。現在のカセドリは1959年に人々が復活させたもの。古老の話や残されたわずかな資料から推測を交えて形にしたもので、いわば伝統を再創造したものだ。多くの力を注いで復活させたカセドリを末永く継承するために設立した保存会では、若手メンバーが剣台やわらじの作り方を古老から教わっている。また会の活動を支援する住民たちによって、カセドリグッズやご当地グルメの売り上げの一部が寄付される仕組みも生まれた。上野山のカセドリは今地域の民族行事として夏祭りなど様々な機会に演じられている。コミュニティを結びつける地域の大切な文化として人々に愛されている。